すもんだぜ。邪魔だ。よ、キリュウ君。おい、なんだよ急に。よ、キリュウ君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。いや、まだだ。そうか。なら準備ができたらまた来てくれ。おい、なんだよ急に。
おお。何？
ああ。いらっしゃいませ。ありがとう。いい女の子いますよ。ちょっと寄ってって。ねえ、どうですか。いらっしゃいませ。
ああ。え、いや、いらっしゃいませ。焦るなよ。はい、ボクちゃん、優しくするよ。俺、絶倫だから。うん、好きです。あっ、さあ、もしもし。もしもし。そうだな。いや、そんなに激しく。もっと、もっと早く。話しやすいな。そんなことないですよ。どんなお仕事してるんですか？私なんかに興味ありませんよね。
不器用な方ですか？どうかしましたか？もしもし？早く。まだですか？どうかしましたか？不器用な方ですか？もしもし？不動産関係だ。すごい。あれは聞こうか。あれは聞きたいた。これも聞きたいた。何が正解だ。どんな体型をしているんだ。スタイルですか。運動が好きなので体は引き締まっている方かもしれないですね。痛くしないでくださいよ。あれ、私何を言ってるんだろう。もう変なこと聞かないでくださいよ。そうだな。お上手ですね。かわいい声してるな。またまた、うまいですね。彼女からはどう呼ばれたいんですか？ちょっと熱くなってきちゃいました。いいお声ですね。セクシーですよね。こんなの初めて。あだ名あだ名。かわいい。そうだな。私、好きな声です。育ちが良さそうだな。なんか嬉しいです。どんな顔をしているんだ。顔ですか。顔小さいねって言ってもらえることはあります。髪はショートなんですけど、男の人って長い方が好きな人多いですよね。あなたはショートの子どう思いますか。そうだな。落ち着きます。こういうところも楽しいですね。耳がキュンキュンしちゃう。私なんかに興味ありませんよね。運命を感じるな。恥ずかしいです。どんな体験してるの？時間を忘れちゃう。いいお声ですね。そんなに激しく。いや。もういや。不器用な方ですか？私なんかに興味ありませんよね。まだですか？もしもし？がっちりだな。男らしいんですね。そうだな。ちょっと熱くなってきちゃいました。もっと話したいな。
私もたくさんお話ししたいです。今から会わないか。え、今からですか。うん、私も会いたいです。ドキドキしてきちゃいました。でもすっごい楽しみです。じゃあ後で会いましょうね。
キリュウ君。よう、キリュウ君。準備。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と織田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。キリュウさん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですがキリュウさんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事に神室町に帰ってきてください、キリュウさん。わかった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島にかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし
最後に誠を手にしたのは突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。マジマちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でもマジマちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。ふん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？
真島を使って牧村誠という人間を殺せってそれだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時の死体を用意した代わりに牧村誠を渡す。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。行くで。
かにゃ。いや、それじゃあ、はい、うん、うん、はい、うん、そうやな。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね。私。王子様みたいな人がいいです。え？優しくて、背が高くて、ハンサムで、髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁ、なんて。俺もや。え？真島さんに分かってもらえるとは意外です。そうですよね。私は高い理想を追いかけたいです。でもそんな人全然いなくて、やっぱりハードル高すぎるのかな。そういや、23です。ふさぎ込まないでくださいよ。理想を言うだけだったらただですからね。私、中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ほう。あ、すいません。もしかして、やっぱり私、接客でみんなの足、引っ張ってたり。え？この際ですし、聞いておこうかなと。私が接客下手なせいで、みんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。
やっぱり私、足引っ張ってるんですね。すいません。でも白馬の王子様が私のことを迎えに来るかもしれないじゃないですか。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏か、いざ自分が付き合うのを想像してみるとなんだか面倒くさそうですよね。王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。ちょい待てよ。そうですよね。仕事でもできてないのにプライベートでできるわけないですよね。女を磨く、そうですね。いつまでもこの店の真島さん、今私に一番足りないものって一体何でしょうか。せめておばさんにしてくださいよ。はいはい。私そんなに恋愛に飢えてないだけですから、恋愛より大事なものがあるんですよ。付き合ったことくらいありますよ。佐藤くんに、鈴木くん、それに田中くん。ほう。そうなんですよ。え？なんか自分で嘘ついてて悲しくなってきました。そうですね。前向きに頑張ります。疲れ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。夕
ようこそ。よろしく頼むよ。お待ちしてました。楽しませてね。いらっしゃいませ。また来たよ。タイプだよ。お願いします。アイス交換いたします。よろしく頼むよ。こちら。楽しみだ。レディースグラス。助かりました。盛り上がってきた。美人だね。かわいいな。ようこそ。本番ありがとう。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。レディースグラス頼りにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいタイプだよ。楽しみだ。いらっしゃい。どうもどうも。ありがとうございます。お待たせしました。めっちゃタイプよ。盛り上がってきた。盛り上がって盛り上がってきた。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。素敵だよ。こちらになります。盛り上がってきた。お願いします。ありがとうございます。ビバするで。ようこそ。ありがとうございます。嬉しいです。ほんまありがとう。お待たせしました。嬉しい。盛り上がってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいね。サンシャインのようこそ。ありがとう。めっちゃ嬉しい。ほんまありがとう。いいですね。めっちゃ嬉しい。かわいい。そうなんよ。アイス交換。真島さんありがとうな。ほんまありがとう。ようこそ。いいね、いいね。ほんまありがとう。お願いします。こちらになります。助かりました。嬉しいです。ありがとうございます。また来たね。嬉しいわ。ようこそ。楽しませてくれや。
しい。ほんまありがとう。かわいいね。お願いします。めっちゃ嬉しい。お願いします。ありがとうございます。やったありがとうございました。それじゃあ、はい。ん？ほう。はい。それじゃあ。そうですね、寒いですね。何か喋らなきゃとは思うんですけど、何を話したらいいかが分からなくて。そうやな。なるほど。何気ないことですか。ああ、わかりました。真島さんはお寿司のネタでは何が好きですか。真島さんも縁側が好きなんですか。奇遇ですね。私も縁側が一番好きです。ふん。小さい頃よくおじいちゃんとお寿司食べてましたから。なるほどな。実家の裏の山とか私の家のものだったらしいです。
ことないですよ。今は自分の力だけで生きてますからね。カッパ巻きで精一杯です。会話を続けるテクニックですね。勉強になります。じゃあ真島さんってこういう仕事されてますけど、奥さんに怒られないんですか？いや、男の人の一人暮らしって全然想像できませんね。真島さんは料理とかするんですか？え？外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね。肉じゃがとか差し入れましょうか？でも男の人は肉じゃがに弱いって本当だったんですね。何やと？はい、恋愛ハウツーブックに書いてました。男の胃袋は肉じゃがでつかめって。私がちゃんと話せてるのは相手が真島さんだからな気もしますけど。え？やっぱり見知った中の人と初めて会うお客さんとじゃ心構えが全然違いますよ。全員真島さん。え？ごめんなさい。真島さんだらけの客席を想像したらおかしくてつい。分かってますって。でもありがとうございます。おかげさまで。なんか今までよりも気楽に接客できそうな気がしてきました。真島さんだらけの客席めんどくさそうだな。え？あ、いえいえ何も。ですね。その真島さんは私のことどう思いますか？え？この店で働いてる私のことどう思ってるか知りたいんです。
や、そういうんじゃないですよ。私ってちゃんと働けてると思いますかっていうこと。なんですかその反応。ちゃんと正直に言ってます？いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。またどうぞこちら。よろしくお願いします。かわいいね。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。どうぞこちら。よろしくお願いします。美人だね。お願いします。レディースグラス。ありがとうございます。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。嬉しい。ようこそサンシャイン。どうもどうも。嬉しいです。盛り上がりました。めっちゃタイプ。ありがとうございます。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ようこそ。ご延長。ありがとうございます。盛り上がりましょうか。すごいタイプだよ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。頼りにしてます。メニューに。助かったわ。いらっしゃいます。どうぞ。やった。
社員さんだな。素敵だよ。楽しいな。いらっしゃい。お願いします。アイス交換いたします。ありがとうございます。サンシャインにようこそ。お願いします。楽しい。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。こちらになります。わかりました。わーい。嬉しいです。お願いします。素敵だよ。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。お願いします。楽しい。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。まだかよ。盛り上がりましょう。どうも。いらっしゃい。ごゆっくりどうぞ。お待ちしてました。よろしくお願いします。フィーバーするで。ゲストグラス。わかりました。いらっしゃいませ。どうも。ごゆっくりどうぞ。嬉しいです。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。アイス交換いたします。マジマさん素敵です。お願いします。メニューに助かりました。フィーバーするで。いらっしゃい。めっちゃうまい。ありがとう。盛り上がりましょう。いいね、いいね。めっちゃ嬉しい。ありがとう。盛り上がってきた。盛り上がってきた。お願いします。こちらになります。マジマさん素敵です。ありがとうございました。何やって？え？
Yeah.